こんにちは、のりです。今回の比較は新型ステップワゴンのシートアレンジをご紹介いたします。このステップワゴン、はい、めちゃめちゃね、調べたら、シートアレンジがいろいろできるみたいなんで、ちょっといろいろ実際にどんな感じになるのかやってみたいと思います。やっていこう。はい、まずね、カタログで紹介されているシートアレンジなんですが、はい、こちらステップワゴンのカタログであります。今回紹介するこちらはですね、スパーダの7人乗りになります。はい、なのでこれと同じように、ここがね、前が2人、ここが3人、8人乗りになると、ここがベンチシートの8人乗りになりますね。なるほどね。はい、じゃん、こんなにいっぱいあります。まあ基本的にこの運転席、助手席は変わんない、うん、ここはね、まあそうだろうね、普通は。なんで、この今のりちゃんがいるところ、ドアを開けてもらうと、はい、人差し指がいいみたいそうですねはい、開きましたね。こんな感じになってます。セカンドシートは、骨何乗りやけん、こんだけしっかりするってことやな、うんうん、そう、このシートもね、ちゃんとこのフットレストも出てしっかりしております。本当だ。じゃあこれをどんどんアレンジしていきましょう。はい、まずは、一人一人に心地よさをやっていきましょう。はい、じゃあこっちは左側は3人のままで OK、うん、なんでリアをまず畳みたいと思います。はい、静かだね。ね、ピーピー言わなくていいね。ドア長はい、じゃあこっちが、まあ、1人部分だけを畳みます、うん、あ、こうなんだ。おお、オデッセイと一緒だよね。そっかそっか、すごいはい、ほんでこれからの、はい、奥側、運転席側の2列目シートが今ちょうどいい感じに真ん中に寄ってる状態なんで、それで真ん中に寄ってると後ろ行けるんだ。そう、よし、じゃあこれで、はいはいはい、これが一番後ろです。一番後ろ、あ、いいですね。足だいぶ余裕、余裕だね、うん、そして、うん、この助手席の後ろの子がもうちょっと前に行く。助手席の後ろの子がもうちょっと前に行くのか。そうすると3列目の人がだいぶゆとりがある座り方ができるようになる。そういうこと。これすごいスムーズに前を浮かせるな。あ、3列目足元を見てください。だいぶ余裕ある。お、じゃあ実際乗ってみてください。はい、お、めっちゃ余裕じゃん。余裕。これはリクライニングもできる。あ、できる。お、めっちゃ寝るこれ全然限界じゃないけどね、もっと寝るけど。すごいね、だいぶ楽。あのシートもすごい厚みがあるね。座心地いい。うん、めっちゃいい。フットレストがあれだけど、邪魔だけど、こんな感じだと。あー、すっごいいいじゃあ3列目もいいですね。いいですね、これは快適だな。3列目も全然罰ゲーム席じゃないねしかもこうやってなんかさ、うん、なんつーの、互い違いみたいになってると深夜バスみたい。3列の、あー、確かに確かに、ちょっと高級ですね。このセカンドシートも一番後ろまで動かしたらここまで来るんやな、ぴったり。すごいね。あ、でも全然邪魔にならない、圧迫感もない感じで、うん、うん、いい感じ、うん、いい感じです。じゃあ次のシートアレンジ。はい、あやです。あやちゃん、次のアレンジはあやが担当します。はい、次は2番。2番、広々空間で心も体も伸び伸び。これはもう4人で乗るようになってますね、うん、そうだね。じゃあやっていきます。はい、まずは、まずは後ろ、はい、2つの席を潰します。ちょっとゆっくりかなって思う。まあドアが長い分そう感じるよね、特にね。パッとパッと開いてほしい。これ楽だよな。楽。あ、そうやってするんだ。はい、畳まれました。畳んだんで3列目なくなりました。うん、次、はい、2列目シートがこのまんまだと、うん、まあ、広いっちゃ広いけどそんなに広々ってほどじゃないんで、うん、この内側に寄せた状態で
よいしょ。一番後ろ。出来上がり。はい、これが広々空間です。もう顔見えないよ。すごい。うん。今日はこうやって。いい感じだ。まっすぐ本当足も伸ばせる感じやな。うん。すごい。めっちゃ広い。うわ。座ってないけども。こんなんなっても足がまだ届かないっていうね。ね。めっちゃ広いです。じゃあ次。次は3個目。くつろぐことも長い荷物を積むことも。おお。どうなってるこれ。フラット。座席を全部倒して、うん、乗れる状態のフラット。なるほど。じゃあちょっとやっていきましょう。はい。まずはセカンドシートから倒すのかな。そうだね。多分前に傾けて、すいません、前に移動させて、うんうんうん、で。お、はいはい。失礼します。で、お、つながる感じだね。つながった。はいはい。こっちも同じように。よいしょ。このヘッドレストはさ、どこに片付けるの。あ、足元。確かになんか、どこに、結構しっかりめのヘッドレストやからはい、じゃあ、はい、じゃあサードシート倒していきます。はい、シュン。でもこの感じだとさ、これもぺったんこになるぐらい倒してる。こうかな。なるほど。多分なんかペースがあるな。おお、これで閉まるのか。ちょっと厳くないか。やってみましょう。いける？しまった。すげー。なんか見たらちょっとへこんどったね。逃げがあったんだ。うん。ってことでこれで完成ですね。おお。まあそこそこ段差はありますが。まあそうだね。結構、まあ、家族でお出かけして、うん、遠出してちょっと車の中で一休み。ああ、いい感じですね。ちょっと変なとこ来ちゃった。 あれだね。じゃあディズニーの前乗りした時なんかいいですね。ああ、そうだね。なんか結構広々って感じ。すごいね。いいね。いいね。面白い、うん。なんかこういうシートのバックルとかも中に隠れとるけん、そんなに痛くない感じ、うんうん、なるほどね、うん、よし、じゃあ次。はい、はい、4つ目。4つ目はバランスよく子供のお世話を。ああ、お父さん、お母さん、子供、子供で、お母さんが真ん中で2人の相手ができるようになってますね。さっきと何が違うんだ。あ、そういうことか。一番最初のこれはここのね、真ん中もちょっと隙間があるじゃん。こっちはそう、この助手席の後ろのリアシートは外側にずれてたんだ。そういうことね。すいません。まあでもそのくらいの違いで、まあ、こっちの方がちょっと一人ずつのスペースが広いよっていうのと、こっちはちょっと密着してるっていうことで、うん、飛ばして次、はい、5個目、はい、子供のお世話を手を伸ばすだけ。すごい前々に来てますね。運転席にだけ大人がいる場合みたいな。そうだね、やってみます、はい、これも、うん、もう内側にシートが入ってて、うん、まあ、お子さんなんで多分チャイルドシートだったりジュニアシートをつけてだと、うん、足が下に降りるか降りないかの場合もあると思うんで、うんうん、もうこんだけ前にやって。私思うんだけどさ、助手席も一番前だよそれ。本当だー、うん、行きます、うん。じゃあ本当に大人一人しか乗らない設定なんだね、うんうん、で、もっとだ、もっともっともっと。おー、来るね、だいぶ前来るね。じゃあ私運転席乗ってみます、うん、これで、うん、運転してる時にティッシュ取って。はい。おー、めっちゃ近くない？すごい。
顔まで届いちゃう。あ、本当だよね。しかもこれが前に来てることで余計手を出しやすいというか、うん、そうだね、うん、同じところにあると腕をこうにしかできないけど、うん、だいぶ動かせるようになるから。そうだよね。おお、これはむちゃくちゃ近くていいな。これすごいね、うん、ちなみに、はい、さっきできなかったこういうこともね。そうだね、できちゃうので、あの走行時じゃない時に使用していただくという、はいはい、あとは、うん、シートアレンジとプラスでご紹介するこちらですね、はい、2列目シートを前後左右自由にスライドできる。おこれを書いてあるみたいに、うん、一番上まで行くとこっちに動いたりこっちに動いたり、へこれで前に行ったりもできると。なるほど。でこれを中間のところにあるのは前後ろだけ。うーん、すごい滑らかね。すんごい滑らかだよな、びっくりした。がないよね、うん、しかも軽い力でいけるし、これはお子さんでもすごい操作しやすくていいと思います。うん、両方外側にちょっとしてみてくれますか。 OK です。こうして、うん、これを、おお、すごい、全然余裕で真ん中通れると思う。結構あるね。おお、いけちゃういけちゃう。いいね。しかもあの高さがだいぶあるんで、うん、そうそう、余裕だね。全然きつい感じがない。うん、他は？他はですね、これ背面のところに板がついてて、こっちのね、後ろの人が降りる時とかに、うん、ここのレバーですね、はい、操作しやすいようになってますね。で乗り終わったら今度は引いてあげると乗れると、うん、はい。であとは8人乗りのシートもあるということで、ここがねベンチシートになります、はい、2列目が。そうするとアームレストがつくんだね、センターに。なるほどね。あの普通のセダン車みたいにここにこうパカッと出てくるやつか。そうそう、なるほどなるほど。いろんな用途に合わせて乗れる車になってます。そうですね。あー、いいな、使い勝手良さそうだなね、うん、はい、いかがだったでしょうか。すごい使い勝手が良くて、もういろんな層の方に、はい、ぜひぜひ乗っていただきたい車って感じでしたね。でですね、メインチャンネルの方、ノブレスチャンネルの方では、はい、レビューと走行動画出してますので、はい、そちらの方もチェックしてみてください。よろしくお願いします。それとね、社長めちゃめちゃ気に入ってたんで、お今後ももしかしたら何か進展があるかもしれません。お楽しみに。お楽しみに。